めてた届かない空をひたすら眺めてた戻らない日々をごまかそうとしてた魔法が解けぬようにそして分かっていた終わりが来ること行き場を失ったくすんだ空模様がすれ違う表情と不意に重なった気がして未来を掴もうと掴もうと手のひらを伸ばした先のいつ描いた空想がすぐ消え去っても何十回も何百回も問いが私ぶらさぬ答えを確かめるうちよ戻らない日のようにさよなら描いた空想とまた打ち合うために何十回も何百回も問いかけた自分らさの答えを確かめる今よ全ての明日はここから行きます。楽しみにしていてください、ね、さあそして今日はね、ちょっと大事なお知らせもあります。まず、次の日曜日、ね5月の8日の日曜日は埼玉方面に歌いに行きます。詳しくは LINE アットで発信してます。そう、それともう一つ、来週の金曜日、ね千葉県市川市主催の JR市川駅北口前で行われる市川駅前イベントに稲見新は出演します。ね、これは公式のイベントです。夜の7時から8時まで市川駅前で歌ってます。みんな見に来てください。会いに来てね。さあ、そしてねこれももう一つ、協力してほしいんだけど、来週の日曜日なんで5月の15日の日曜日の夜9時から僕のね毎週ツイキャス生配信ライブっていうのをやってるんですけど、それでね50人同時目標を、5月の15日に行います。ぜひともみんなツイキャス初めての人も見てください、ね、これからも全力で前に進めるように歌っていきます。それではこれからも毎日 YouTube お楽しみに。